はい、こんにちは、浜ゆい妹です。今日は友達のワンちゃんとマダラを会わせてみたいと思います。お友達のワンちゃんの、そうですね、お友達のワンちゃんの紹介してあげて。名前はコトラ。名前はコトラくんちゃん。くんくん、フレンチブルドッグ。同じ柄やな、マダラちゃんとさあ、マダラ連れてこようか。マダラちゃんを呼びます。おいで。あ、待って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 、なんかほんま同じ柄やな。マダラのがまだ茶色いかな。はい、行こう。はい、ちょっと匂いがついて、匂い嗅ぎ歩きるけど、俺で。はい、行こう。ちょっと誰かマダラ呼んでくれんかな。ちょっと匂い嗅ぎすぎやから。実物がおると知らず匂いを嗅ぎ歩く。マダラ見て、あっち見て。マダラ、ほら、ちょっと誰かマダラ呼んでくれん。マダラ。やっと気づける。よだれ、待って、よだれが垂れた。コトラがあんまりいい反応じゃないんやけど、ホットは反応する。ちょっともうちょっと怖い怖い、そんな近寄らないので優しくして。ちょっとそんな下に首元を持ってこないで。コトラがファインから大丈夫やな。コトラファイン結構仲良し。大丈夫？こっち潜り込みやってる。ほら、犬ってお尻におうって言うやん。わらわらわら、コトラが遊び出した。もういいちゃん、もうやめとくか。あ、じゃれ、じゃれるなって、本気で、本気になるから。結構じゃれよるやん。めっちゃきつ匂いある。こう見たらまだらでかいな。めっちゃ仲良さそう。もう行くか、まだらちゃん、怖いから。尻尾振りやるし。どうなんよ、どこは匂いよ。襲った、襲った。もうよりない。お前男やで。オス同士やで。あやちゃん、コトラ尻尾ないから振らんの。そうそうそう、楽しいか分かってない。また上乗り出したぞ。まだ弱い。大きいな、まだあれ。でかいな、こう見たら。おおお、こっち後ろ向いてみ。あんたもう、ね、全然大丈夫やん。もっと行かれるんかと思ったけど。もっと激しい犬が怖いんやな。もうめっちゃ押さえつけよ。山田も拍手を。ハウス行くで。ちょっと押さえつけんとって、そんなことせんとって。大型キャリアに入れられるから、もう。ということで、今回大丈夫そうでした。はい、ということで、マダラちゃんと初対面のワンコ、違うな、ワンコと初めて会ったんですけど、ワンコと初めて顔を触れさせてあげたんですけど、案外普通に行けずに、かまずに過ごしてました。今日マダラちゃん、ちょっと疲れてお水飲んでるけど。ということで、グッドボタンとチャンネル登録よろしくね。バイバーイ。